大阪難波にある粉もん専門店恵比寿や、材料となるミックス粉や青のり、容器などおよそ500点を販売していて、今日からすべてのソースを100円から300円ほど値上げしました。値上げのラッシュの中ではソースに関しては今回が初めての値上げになります。毎月毎月なんか何かが値上げになっているような状態なんで結構厳しいですね。粉もんの材料の値上げは去年から始まっていて、その原因となっている原材料や原油の価格の高騰はますます深刻化。今月半ばにはソースだけでなく食用油も 5% から 8% の値上げが決まっています。さらに持ち帰りのお弁当容器ですね、プラスチック系統のやつは3月から上がっておりますので、紙系統がまだ上がってない分また上がってくると。また小麦粉も6月頃の値上げが予想されていますが、これはアメリカ産の不作によるもの。世界の小麦生産を支えてきたウクライナ情勢の影響は今後広がってくると見られています。厳しいの一言です。上がってくる分は、もうどうすることもできない。原材料の値上がりに食い倒れの街は、小麦が3800円が4500円かな、めちゃくちゃ上がってますよ。そしてソースも上げる予定は来るんですけど、上げんとってってお願いしてるところです。たこ焼きは去年10月小麦が値上がりした時は価格を据え置きましたが、今後は6個入りで30円ほどの値上げを検討しています。秋に値上げやったのは耐えたというかもう我慢したんですけど、もう一発って言われたらちょっとしんどいんで、小麦からタコとかも全部上がっていってるんでちょっと限界やな。もう悲鳴のような声なんですけれども、はい、今日から値上がりするものが他にもあります。こうして項目を挙げてみますと、上がっているのが食、生活必需品、そしてお出かけです。一方で収入はこう下がっていますね。値上げするのに収入ダウンというのは本当に困った話です。気になりますが見ていきましょう、はい、まずは食について見ていきましょう。先ほどの VTR で出てきたものの他にもチーズ、そしてケチャップなども値上がりすることになっています。そしてこのチーズの値上がりの理由なんですが、雪印メグミルクによりますと、こうして中国での乳製品の大幅な消費拡大によって輸入するチーズの値段が高騰したためと言っています。優しいニュース当番組を担当している谷口デスクは去年まで中国の上海で勤務しておりまして、聞いてみますと、中国では若者の間で唐揚げにトロトロのチーズをかけて食べるのが一般的なんだそうです。まあ、これが全てでチーズが上がっているというわけじゃないと思いますけど、そういう背景もあるんだそうです。さあ続いてはですね、生活必需品です。ここで値上げするのがティッシュ、そしてトイレットペーパーです。そして来月からではあるんですが、電気やガスも値上げすることが決まっています。そして春になり暖かくなってきたので、お出かけしたいなという方も多いのではないでしょうか。こちらも値上げしています。自動車のタイヤ、そして国内線の運賃も値上げしているんです。さらにこちらもご覧ください。桜が見ごろとなっている嵯峨野トロッコ列車もコロナ禍で利用者が減っていることから運賃が4割値上げとなります。という中で気になるのが収入ダウンですね、はい、今回減るのは公的年金なんです。この支給額というのは毎年度改定されるんですが、今回は新型コロナの影響で現役世代の賃金が減少したことから6月に支払われる4月そして5月分が 0.4% 減少となりました。本当に外は暖かくなってきたんですけれども、懐が寒い春となりそうです。気になるでした。